You're gonna be on YouTube. Yeah, I don't need your consent. You signed up for it already when you signed up for your membership for Xbox. I ain't gotta ask you for shit. It's true though. Read the terms of service, motherfucker. Exactly. I read that shit. That's why I know. I turned off your audio. Happy? It's too late. Somebody bitched about it. It's all over for everybody. One sheep done fucked it up for the whole herd. To get that checked out if your shit actually did that, bro. Like, holy fucking shit.2020年、地球に突如未知の絶対生物。I thought you just teabag stuff in and out of existence. I thought that's how it works. アメリカの大地もその7割が依存する兵器すべてがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き。 しかし、ついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊 イーバ・バロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに。 地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。死をかけ敵を見つけ奴らを殲滅する。さあ人類反撃の狼を上げろ。 全体、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。 さっきの子供が騒ぎ出したぞ。自分の剣で切り刻んでやる。
禁止の言い張りはデッドのやたくだ。とどめの一撃をお見舞いしてやれ。何パルトにいるの？うん。
この先グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。ビクター1、バロン級ウィーバー、ケルベルスの沈黙を確認した。長君、ご苦労。回収部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。先の戦いご苦労だ。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用する。地下網内の敵残存勢力、開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え、自身の強化分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかも。お前たちの扱い。
1時間前に帰還した先行部隊より調査報告が入った。未だアンダーグラウンドネットワーク内には多数のイーバの群れ、イーバクラスターが存在。またイーバの影響により地形が変化している部分があるため、改めて地下網の構造確認が必要。全体、こちらビクター1。これよりポータル設置任務を開始する。ひどいありさま。本当にここが地下鉄だったっていうの？ブサイクな悪いものがここで迎えて。よっ、よっ、うまく使われ。次のポイントへ向かう。何かに削り取られたような。どうやったらここまで破壊できるんだ。何かいるぞ、気をつけろ。敵が潜っている間はダメージを与えられない。敵から出た瞬間を狙え。ポイントチャーリーへ向かう。よっ、ザコには構うな。倒したところでいくらでも湧いてくるからな。So, Chino, how come you bigs don't play that much anymore? Huh?
これより任務を開始する。
行くぞ。感じたらすぐに離れろ。スパイタル低いぞ。何やってんだ。行くぞ。
死の収集が完了した。全員ご苦労、いい働きだった。スードの任務を。これより任務を開始する。
物資の収集が完了した。全員ご苦労。いい働きだった。これより任務を開始する。
完了。これより起動する。
調査ポータル設置により次の目標ウィスコンシンへの経路の解析が完了した。だが道中にはイーバが構築したとみた。全体こちらビクター1、これより状況を開始する。指定されたポイントへ向かえ。完了しました。
しているぞ。気をつけろ。エキシードユニットで結晶を破壊しろ。Yeah!
気をつけて。とんでもないものが来るぞ。だったら使い物にならなくてね。残念ね。